ちは、アリン保健 YouTuber のアリ博士です。このチャンネルではアリの飼育や観察に役立つ情報やアリのペットとしての魅力を美しい映像とともに発信していきますので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。はじめに皆さんに報告です。浜田屋チャンネルさんからいただいた胸赤オアリの女王もみじですが、ついに初ワーカーが誕生しました。パチ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 、早速栄養交換を行っていてとても安心しました。この動画では前回動画で紹介したアリ博士流の究極餌を飼育中の胸赤オアリに与えて効果を検証します。この動画を最後まで見れば、前回動画で紹介したアリ博士流の究極餌が胸赤オアリの女王や初期コロニーに大変有効であることが理解できると思いますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。また前回動画については概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらもご覧ください。アリ博士流の究極餌ミルクシュガーですが、飼育ケースに接続するチューブに直接入れて与えます。餌はワーカーが5匹以上になってから連結しますので、今回はこのやり方で与えていきます。それではミルクシュガーを胸赤オアリに与えていきます。とその前に、餌を接続する部分にカビが繁殖していますので、まずはそれを除去したいと思います。この部分ですね。ここは女王がゴミ置き場として使っていた場所で、プロゼリーを食べずにここに捨てたり、ハムシを食べずに捨てたりしていたので、黒いカビが大量に生えてしまっています。カビの除去には先の折れ曲がったカーペット棒を使います。これでカビをかき出していきます。すでに半分以上は除去した状態です。残った部分を除去するのに少し時間がかかるので、4倍速で見ていきます。大体カビが除去できたので、ミルクシュガーを接続し、胸赤オアリが食べるのを待ちます。早速ワーカーがやってきて、ミルクシュガーを飲み始めました。まずは、ワーカーが食べることが分かって一安心です。その後すぐに、女王、もみじがやってきました。美味しそうに飲んでいますね。よほど気に入ったのか、ずっと飲んでいます。もみじがミルクシュガーを飲む様子を4倍速で見ていきます。お尻がぶっと膨らむ様子がわかるかと思います。蜜餌を飲んだ後、女王は触覚やお顎、手足などをきれいに掃除します。そして、ワーカーの元に戻り、栄養交換を行います。実はこの後、何回か餌を与えたのですが、よほどお腹が空いていたのか、それとも餌が気に入ったのか、女王もみじはミルクシュガーを3倍もお代わりしていました。ワーカーは1回きりでしたが、女王の食欲にびっくりさせられました。餌を食べ終わった後の掃除する姿も可愛らしく、とても癒されますね。胸赤オアリの蜜餌として、
ミルクシュガーが有効であることがお分かりいただけたかと思います。胸アカオアリを飼育されている皆さんは、どんな蜜餌を与えていますか？よかったらコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。今回の動画、いかがだったでしょうか？この動画がいいなと思ったら、いいねやコメントをもらえると嬉しいです。また、チャンネル登録がまだの方は、ぜひ、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。Twitter や Instagram もやっていますので、よかったらそちらも見てください。この後、編集後期があります。アリのエンサイクロペディアさんのイベント、アリフェスに参加させていただき、とても楽しかったです。イベントの準備や運営にご尽力いただきました、アリのエンサイクロペディアさんに、深く感謝申し上げます。また今回、木製巣と缶バッジが当選になり、とてもラッキーでした。木製巣を制作いただいた、陽一さんにも、この場を借りて感謝申し上げます。木製巣を実際に使った動画は、今後、配信していきたいと思いますので、見ていただけると嬉しいです。ではまた。